は湘南に来ています。やばい。まずは江ノ島に近い小田急片瀬江ノ島駅に到着しました。ここには新江ノ島水族館とコラボレーションしたこちらのクラゲ水槽が設置されていました。ちなみに新江ノ島水族館のコンセプトはワクワクドキドキ冒険水族館ということで、館内には約500種2万6000匹の水生生物が展示されていたり、イルカやアシカのショーも人気だそうです。そして駅を出てみたら片瀬江ノ島駅はこんな感じになっていて驚いたんですが、こちらは竜宮城をモチーフにしてデザインされたそうです。それでは江ノ島の出入り口となっている弁天橋を通って海の方に向かいたいと思います。この日は本当に天気が良くて、もう水面がキラキラしていたのがすごい印象的で本当に綺麗でした。綺麗、すごい超晴れてるね今日。駅を出た瞬間から海の匂いがして、もう天気がいいことも相まってすごくテンションが上がりました。街の雰囲気もこんな感じで、都心とかあとは地方でも山の方とはまた違って、個人的にもすごく癒されました。海を見ながら食事ができるこちらのイルキャンティーも気になったんですが、今回はまた別のおすすめを紹介してもらったので、後ほどそこでランチしていきたいと思います。綺麗、綺麗だね。すごい晴れてて綺麗。あっちまでやるんだね。綺麗だ。今回も初めて来てみた素人目線なので、地元の人から見たらツッコミどころ満載かもしれないんですが、私と同じように初めて来る方に少しでも参考になったら嬉しいです。こちらも海を一望できるレストランで、テラス席で海を見ながらの食事を楽しむことができたり、屋上ではバーベキューを楽しめる貸し切りプランもあるそうです。ではこちらのお店に思います。すごい楽しみ。またこちらのレストランではプロポーズプランっていうのがあって、貸し切りフロアで2人きりのプロポーズや盛大なフラッシュモブなど、さまざまなプランのプロポーズ大作戦もできるそうです。上から見た景色すごい綺麗。初めて来た。すごい。すごい今日は。すっごい快晴。すごい。皆さんこんにちは。たです。今日は湘南に来ています。やばい。ということで早速入ってみたいと思います。こんな感じで、最後にパスタを取り忘れちゃったんですが、やっぱり海を見ながらのテラス席での食事はなんか心理的にも良さそうっていうか、余計に美味しく感じました。ランチの後はあの有名な江ノ電に乗ってみたいと思います。江ノ島電鉄は江ノ電の愛称で親しまれている観光列車としても有名な列車ですが、その歴史は古くて120年以上も地元の人や鉄道ファンに愛されているレトロな鉄道路線です。おお、すごいクラシックスタイル。これが噂のチンチン電車。めっちゃ光が。海を見ながら乗ってるだけでも癒されたんですが、あの有名なスラムダンクのオープニングシーンの踏切も通ります。シーンを見る側じゃなくて電車の中に乗っているので、今回は見られる側になるんですけど、やっぱり有名な場所だけに踏切にはすごい写真を撮ろうとしている人がたくさんいたので、さすがスラムダンクだなっていう感じで、すごくワクワクして楽しかったです。
ゆっくり走る電車で、しかもこの日はめっちゃ混んでて暑かったっていうのもあったんですが、そんなこんなでやっと鎌倉駅に到着しました。前に仕事で鎌倉付近に来たことはあったんですけど、ゆっくり観光とかはできなかったんで、今回はプチ観光したいと思います。でも鎌倉は観光スポットがたくさんあって、ちょっと半日では全然足りないので、今回は第1回みたいな感じにして、またいつか来たいと思います。ということで、まずは鎌倉の小町通りを散策したいと思います。この小町通りは鎌倉駅東口を出てすぐ始まり、鶴岡八幡宮まで続く商店街となっています。抹茶スイーツとかお団子などの和スイーツのお店や、湘南名物のしらす丼などの海鮮のお店があったり、あとは古民家カフェとか本当に気になる飲食店がたくさん並んでいたんですが、ちょっと名物とは違うものをなぜか今回買ってしまったんで、次回来た時はちゃんと名物を食してみてレポートしたいと思います。まあ、ということで、ドライフルーツを大量に買ってこんな感じでお持ち帰りできたので、まあ、これはもう半分くらいは食べた状態なんですけど、何日かに分けて完食しました。人が映らない上の方ばかり撮影する感じになっちゃって申し訳ないんですが、雰囲気を楽しんでいただけたら嬉しいです。豆や食べながらだったんで撮影はあんまりできてないんですけど、この豆屋の豆とかソーセージとか結構ちょくちょくいろんなお店に寄って食べ歩きをしながら鶴岡八幡宮の方に向かいました。わー、桜も咲いてる。ちょうどこの撮影は4月1日で桜の季節だったので、後ほどその桜の参道も皆さんにシェアしたいと思います。ということで、鶴岡八幡宮に到着したので散策してみました。すごい桜、濃い、綺麗、すごい。この時はただただ景色が綺麗みたいな感じで見入っていたんですが、歴史を紐解いてみると、この鶴岡八幡宮の始まりは鎌倉幕府を築いた源頼朝公の祖先である源頼義の時代まで遡ります。すごい、源頼朝にゆかりのある鶴岡八幡宮は、勝負、仕事、出世にまつわる御利益のある神社としても知られています。また仕事運の他には縁結びや安産などの御利益もあると言われているそうです。と言っても、この時はただ景色が綺麗だなとか、偶然道なりに歩いてきて観光してただけだったんで何も知らなかったんですけど、この鶴岡八幡宮は縁結びの神様としても知られているそうです。その特徴的な要素として縁結びの池と呼ばれる池があるそうなんですが、多分この池がその縁結びの池だと思うんですが、この時は何も知らずに普通に池を眺めていました。まあ、私はたまたま来たんですが、気になる方はぜひ訪れてみてください。最後に段葛の桜を紹介したいと思います。ここに来たのがちょうど4月1日ということで、桜の季節だったんで満開の桜を見ることができました。桜花見できた。この桜の参道は日本の桜名所100選にも選ばれているそうです。また夜にはライトアップで桜を見ることができるようです。この段葛は源頼朝の夫人である北条政子が二代将軍の源頼家を妊娠した時に安産を祈るために、北条時政とその家臣たちと一緒に土石を運んで築いたものだそうです。後サブレの本店ということで、今回は半日の日帰りプチ観光みたいな感じで訪れてみましたが、個人的にもすごく楽しかったので、でも全然他にもまだ見てみたいって思ったので、この湘南エリアにはまた訪れてみたいと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。